はい、なんかね、バルキリーのカメラこれめちゃくちゃ飛距離上がったみたいで、ちょっとどのくらい外カメ届くようになったのかを見ていきたいなと思います。前だったらここ結構ね、ここまで出ないとこのね電信柱はつかなかったけど、届くかな、さすがに無理か。でもよいしょ、待って、何メートル届いた、やばい、木の何メートル、あの木何メートル届くのそれ、20メートル、やばいよこれ、すごい23メーター、嘘でしょ、そこまで行く、じゃあもしかしたらこことか届くかな、このあのね、バルキリーのカメラはすごいこう電信なんか、ね、電気系のところにつけられたらめちゃくちゃ強いんだけど、いやさすがにこれは届かないか、さすがにあの看板届いたらもうやばいもんね、さすがにもう届かない、これ乗ってる乗ってる、このロックの上に、嘘、あ、じゃあ届くじゃん、頑張れば届くじゃん、ほんとだやばいよこの範囲、明らかにやばいって嘘でしょじゃあ逆にあっちとかどうなるかな、ちょっと今回は本気で投げてどのくらい壁までつくかとかちょっといろいろ見たいから、いろいろ投げてみよう。ここは届いたよね、普通にあの辺りまで、これはね頑張れば届いたんですよ、この辺りまで届いたんですけど、あの窓から投げられる限界値、あそことか、普通にこうしてここから多分この辺りで、あ、届いた、行くね、余裕で行く、 20m かな、 20m くらいだったら結構がっつり行くみたいですね。ちょっと違うマップも見てみましょうか。いや俺あともう一個ね、国境で一個やばいカメラ昔研究してたんですけど、ちょっとそれ見せます、ちょっとすごいのあるんですよ。はい、ということでちょっとね、昔ねすごいあの1回だけ考えたことがあったカメラがあったんですけど、ここからねあの辺りあの鉄柵くらいのところに投げて全部見渡せるみたいなカメラを考えたことがあったんですけど、なんせいかんせんね、あの時はちょっとダメだったんですよ、飛距離がダメで。なんですけど今ならいける気がする、このくらいでいけるかな、行くよ行くよ、ほい、ちょ待って、行き過ぎちゃって越しちゃった、じゃもうちょっと下だな、もうちょい下で壊れちゃったな、あーちゃ下すぎちゃうとダメだな。あのね、狙う位置としてはこの辺り狙いたいんですよ、でそこは一応くっつくのでちょっと頑張ろう。すごいな、この飛距離本当にえぐいことになってる今。じゃあ多分こんくらいかな、多分ね飛距離落ちるのがちょっと減ったんでこの辺りだと思うんですよね、もうちょい上かってことはこの辺り難しい。おお、いった、これ絶対気づかないでしょそこのやつこれやばいんですよ、これ何気に、何がやばいかっていうとね、いやそんなやばくないかなこっち側来るところは全部見えるんで、東海とかにいるかどうかとかは全部見れるっていうカメラなんですけど、これすごいな、何これ、ここでも届くんだ、これが強いか弱いかはさておいて、でもあそこからここまで届くんですよっていうことを考えると、これ違うマップとかもっと外カメめちゃくちゃ強いマップでめちゃくちゃえぐいんじゃない、運がとか今ないからいいけど、運があった時とかやばそうちょっと違うマップを見させてください、ちょっと今回どのくらい届くかっていうのいろいろなんか見てこう。じゃあ次のマップ来ました、海岸線なんだけど、多分前だったらこの辺りだよね、この辺りが届いてたと思うけど、ちょっと限界でどこまで届くか、ちょっとまず木とかつけないでどのくらい行くかを見たい、行くよ、はっ、おどこ行った、どこ行った、いやすごいな、ここまで行く、ここまで行くってことだって木届くもんこれ、頑張って木狙ったら木つくかな、ちょっとやってみよう、行きます、木一番奥のあの木とかついたらやばいよね、難しいな、走って投げたらこのエリアにいると敵に見つかるぞ、あ、行った、ついた、行った、あーちょっと下行っちゃったけど、でもついたな、もうちょっとしっかり練習したら絶対ここつくな、すげー普通につく、強っ、
すごいなこれ。マジか。やばすぎでしょ。あーやばいよこれは。これはやばいよ。あれいけるかな。何メーター？あ、28メーター。めっちゃ高くね。行ってみよっか。行くよ、せーので。お、落ちてる。めちゃくちゃつく。いやでもつくこと自体がやばいもんだって。そも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 つくこと自体がやばいですから。これこれ走ったらさ行くんじゃね。もうちょっと上。これ最後のマップ3層なんですけど、もうやばいですよこれは。絶対やばいよこれ。見て、だってこんなに木しかない。今までさ頑張ってもこことか 15m。 そう、多分今までのは 15m くらいだったと思うんですよ。多分あの辺りだから15とかそのくらいが届く範囲だったのに、今 25m もしかして届くから、それを考えるとこれはもうね、バルキリー概念壊れるんですよ。ってことを考えるとあれ届くんじゃない。もしあれ届いたらまずいですよ。26いきます。ここだ。やばすぎー。いや、やばすぎー。届きすぎー。ほんとに？嘘でしょ。どうしたらいいの？こんなとこまで飛んで。おー、ナチュラル。やめてよ。ボケなんていらないよ。ここからさ、あそこも届くんじゃない？あ、29だからあそこはきついかな。でも多分ね、頑張ればなんかつくんですよあそこ。これでどうだ。いや、つくもん。やばいよもうこれ。やばいよ本当に。どうする。本当にここつくんだ。いや、すごいな。反対のヘリコプター側とかもちょっとやばそうだよね。ちょっとヘリの方を投げてみるか。なんかもうやだな。バルキリーカメラ選手権とかやろうと思ってたけど、どうしようかな。ちょっとね、変わりすぎちゃってルールが。やばいよこれは。あれは 36m だからあれは無理だとして、あれは、あー25。あー、あれつくな。行くよ行くよ。あー、めっちゃ景色綺麗。行くよ。やばいよこのこのカメラ、やばいよ。え、じゃあさ、もしかしたらさ、あの鉄塔つくんじゃない？無理かな。ラスト行けるんじゃない？あの上、ここは敵の支配下だ。すぐに離れろ。どうだ。どこだ？ついた！鉄塔ついた！え、どこ？やばー！え、どこについてる？見えないけど。よいしょ、あ、あったあった、中断だ中断。この中断の。いやー、でもそこにつくのか。これはやばいですよ皆さん。なんかもう何とも言えない。もうバルキリー外とりあえず投げとけばいい気がする。ここから前だったら届かなかったけど、超届く。すげー、バレたー。すごい飛距離。え、あそこからあそこまで届くかな。すげー、すげー飛距離。めっちゃ遠く行く。なにこれ。はい、これ新発見。あって、あそこにいる味方にホールイン。もうちょっと奥だな。ホールイン。あれ、当たった。はい、やっちゃホール。うわ、これはちょっと。そんなことやってる場合じゃないよ。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価をポチッと押してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。他にもおすすめ動画、最新動画もぜひチェックしてってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。